こんばんは。3連休をいただいてて、というのも2月の6日が、息子の誕生日で、今日の8日は僕の誕生日で、中日も入れて3日間お休みをいただいてました。で、このメガネ、スタッフからプレゼントいただいて、あとカバンもいただいて、これは家族から仕事用のペンでプレゼントいただいて、だいたいどっぷり家族と3日間一緒にいたわけですけども、前後の、時間も利用してちょっと寄りたいとこあったので寄ってきました。昨日は葉山まで行ってきました。コロンの家に行ってきたんですね。コロンって遡ってブログを見ると1年3ヶ月前に葉山に引っ越したんですけども、本当可愛い子でずっと会いたかったっていうのもあったのと、ちょっとその葉山っていうのは昔仕事で向こうで建築してたりして、住んでる人たちの層とか、その空気の流れ方とか、そういうところが異質だなっていうところがあったので、そういうところを見に行きました。で、今コロンがお世話になっているトリミングサロンとホテルのブブハウスさんとかもちょっと見学させていただいて、やっぱりのんびりってわけじゃないですけども、いい空気の流れ方をお店としてしてたなと思って参考になりました。ザマのアンディスサロンさんですね。アンディスっていうそのアメリカのメーカーのものとか、あるいは中国製のものとか、海外製品とか、いろいろ輸入して販売してる、代理店さんか。結構この日本にはあまり入ってないものを扱って、それをサロンで実際に運営しながら、展示というか、展示しながら、使用しながらっていう、展開をされてるので、サロンに実際にお伺いして、使用感とか見に来ました。で、帰りに、川崎のドクトピアさんですね。オーナーの田尻さんのお店に行って、うちなんかよりも全然倍ぐらいあるんじゃないかな。フリールームが、ほんと広々してて、超快適に預かってくれる、保育とホテルのお店に行って、来ました。で、また同じ川崎の麻生区ですね。ノルさん、これはもうトリミング好きな人はもう知らない人はいないんじゃないかな。容器ではもう日本一って言っていいんじゃないですかね、知名度は。トリミング、容器のトリミング可愛くさせたら、右に出る者はいないでしょうね。あとはマルチーズも好きだし、プードルももちろん上手だしってやってますね。で、もう何年ぐらい、2年ぐらいになるのかな。ノルさんオープンする前からインスタで、建物が可愛いのは知ってて、で、僕が見に行ったのは、カット技術でも、建物でもなくて雰囲気ですね。あの方が持つ雰囲気と、設計者の持つその、ハード面の建築物との融合っていうのを見たくて行ってきました。さすがだなと思いました。で、なんでここのところ、そういうお店の見学とか、すごく行ってて、なんでかなっていうと、ちょっとその、うちは今年の8月で、10年になるんですけども、10年をめどに、あり方を変えようかなと思ってます。ちょっと大げさな話っぽくなりますけども、ざっくりとはそういう感じですね。で、求められるものが、本当月ごとというか、年ごとに変わってきてて、その求められるものに対して、その、サロン側がどういうものを提供すればいいのかっていう考え方も、本当結構早いペースで変わっていっていて、もちろん自分が、その経営者が、やりたいことをやるのが一番ですけども、我々が考えなければいけないのは、5年、10年先、自分が、仕事としてね、それは利益とか、その後に成り立ってるかっていうのももちろん大事ですけども、仕事として楽しくできてるかっていうところがもっと重要だと思うので、そのあたりをちょっと考えながらお店をこう変えていこうと思っています。で、効率と非効率の融合っていうのがすごくポイントになると思うんですね。昨今はもう効率ばかりが重要視されますよね。
業界の成長っていうのはその倫理観というか買い方、あのお店のあり方が変革でしかないと思うので、そろそろそのカスタマーっていうのは誰なのかっていうところを変えていかないといけないなと。飼い主さんじゃないって僕はまあ前から飼い主さんには辛く当たるんで思ってるとこはもうご理解いただいてると思うんですけども、飼い主さんの都合よりも犬の都合を重要視してますけども、そもそもカスタマー顧客がもう犬なんじゃないかというところですよね。何言ってんだお前と思われるかもしれないですけども、スタバにね行って高いお金払うのはコーヒーが美味しいからじゃないじゃないですか。スタバにいるこの空間にお金を払ってるわけですよね。サロンとトリミングサロンと美容室の開業の資金で全然違うじゃないですか。で我々から取ってみればその手作り感覚で作る開業する人が多い中、なんでそんなにコンサル入れて設計士入れてそんなになんでしなきゃいけないのと思う人が多いと思うんですけども、それは顧客が人間だからですよね。でその箱の中に長くいて快適だと思われないと次に利用してもらえないからじゃないですか。でも犬の場合は快適だとかっていうのをその空間の例えばそのインテリアとか音楽とかっていうところに犬はあまり反応しないと思ってるし、逆に喋らないからそこはいいんじゃないのって思ってるから、その箱作りにかかるお金が違うんであって、でも違うじゃないですか。喋らないけども思っているわけじゃないですか。犬だってその場所が快適かどうかっていうのは感じてるわけじゃないですか。だからそこにもっとお金をかけなければダメなんだと思うんです。本来は居心地の良さに、そういうところがちょっと今までとは考えを変えなければいけないなと思っています。4年前に紹介されて予備知識ゼロで見に行きました。この建物を見た時もう圧倒的すぎてちょっと無理だなと思いました。何が無理だなっていうのは、まず円っていうのは非効率じゃないですか。建物上から見たら二重丸ですよね。いやこれが例えば丸い敷地に敷地いっぱいに建てますよ、丸い建物、円形の建物を効率よく建てますよというのは話は分かりますけども、そんな丸い土地なんかないわけで、大体四角なわけで、その中に丸い建物を建てるっていうのはもう端っこがもうデッドスペースになるし、まず部屋に家具が置けないし、非効率でしかない建物。僕はもう元々建築士なので、その丸い建物の非効率さっていうのはよく分かってるから、なぜあえてこれを建てたかっていうのと、全面ガラス張りですよ。瞬間的に園長先生の思いを感じて、ただそれが自分のビジネスに当てはめた時に圧倒的に無理だなと、現時点だと思った記憶があります。で4年経って今だったらそれどうかっていうと、無理は無理なんですけども、今から僕がじゃあ円形の建物を土地買って建てるかっていうとそれはできないけども、ただその理念とかその思いっていうのはできるなと思って、今に至る感じ。理論としてはすごく院長先生は自信があるんだと思うんですけども、働いてる方はなかなか厳しいと思います。ただ世界一と幼稚園で検索した時にトップページの半分を占める理由がここにあるわけですよね。理念ですよね。話がまとまるわけじゃないですね。僕の頭の中も整理できてないわけですから。まあそんな感じで夏までにあり方を変えようと思っているという話です。では。